赤嶺政賢さん委員長。日本共産党の赤嶺政賢です今日はまず沖縄振興予算について質問をします沖縄振興予算は2015年度以降年々減額をされ中でも一括交付金は この10年間で1000億円も減らされてしまいましたその結果沖縄の地域経済に大きな影響が出ています一括交付金を使った事業に農林水産物条件不利性解消事業があります沖縄県産の農林水産物を 県外に出荷する際に鹿児島までの距離にあたる輸送費を補助するものです、えー、農家にとても喜ばれ沖縄の農業を支えてきた事業の一つでしたところが沖縄振興予算が大幅に減額されるもとで県は沖縄県は予算の削減や 補助単価ののの見直ししななどの制度の変更を余儀なくされました農家からは、えー、いつかなくなってしまうのではないかと心配している、えー、輸送補助がなくなればあ花農家や花農家をやめるなど悲痛な声が上がっています一括交付金を増額して 県が十分な予算を当て,られ当てられるようにすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。はい地味大臣 答えいたします沖縄の農林水産業は、亜熱帯の地域特性を生かしたサトウキビや、あるいは園芸作物などの重要な供給機能を果たすとともに、離島地域の基幹産業として、雇用の創出や移住・定住条件の確保にも寄与してございまして、地域振興や国土の保全にも大きく貢献していることから、農林水産物の まあ、輸送条件の不利性解消は重要な課題であると認識をしてご,ざいますご指摘の農林水産物条件不利性解消事業は、沖縄県が一括交付金を活用して、沖縄県の地理的不利性から生じる流通コストの軽減のため、農林水産物の輸送費の一部補助や、あるいは持続可能な流通ネットワーク構築のための取り組みを支援する事業であります。 一括交付金は沖縄県が自主的に自主的、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する、沖縄振興に資する事業に充てておりまして、その事業の選択、内容等については、沖縄県の自主的な判断を尊重すべきであると考えてございます。内閣府といたしましては、お地元のお声をしっかりと幅広く頂戴しているところではございますが、県とも引き続き相談しながら、 県が実施する沖縄振興に資する事業について、一括交付金を通じて支援してまいりたいと考えてございます委員長、はい、赤嶺さんあの。強い沖縄経済ということがよく言われますが、その根幹は農業だというのは、もう誰の目にもはっきりしております。今、大臣は予算を減らしたのは、あたかも予算の優先順位を決める沖縄県の方だと言っておりましたが、 この事業は一括公金で行われていて、一括公金は1000億円も減らしてるんですよ。国がね、1000億円も減らした上にね、順番は沖縄県で決めなさいっていうことはね、これはちょっと政府の立場としては、私は言い過ぎじゃないかと思うんですよ。減らした責任も問われるべきだと思いますよ。今年のですね 7月4日の沖縄県議会では、農業団体を参考人として承知し、この事業について議論されています、そこで県の担当者は、国との協議の中で、総合物流施策大綱等を踏まえた新たな枠組みを求められた答弁しています。これは私は私、ね、国ののの圧力の下で制度の見直しに 追いいい込ままれたここととは明らかかじゃないかとこのように思います予算をです、ねえー、削っておいて、すべての責任を県に打ちつけるようなやり方は姑息だと言わざるを得ません。元どおりの条件不正事業の予算に戻るように、一括交付金も1000、ね、億円減らすんじゃなくてです、ね、増やしていく方向で、強い沖縄経済というなら、 それをです、ね、やるべきだと思いますでもう一つです、ねえー、あります、その一括公金が減らされたことによってです、ね、影響を受けているのは、輸送費の補助だけではありません。南北の大東島では、今年の年,年間降雨量が記録史上最小となる 見込みでサトウキビの収穫量の減少が報告されています干ばつ対策として求められているのが水源施設の整備です南大東村の旧東第二地区では2011年に事業採択された水源整備事業これはハード交付金一括交付金のハード交付金ですこれが 当初、2018年の供養開始を目指していたところ、一括公金の減額の影響を受けて、2025年以降となっています。農家の皆さん、この間も上京しですね、きび農家を支えなければ、島から人がいなくなる、大臣がおっしゃった離島農業の逆行が起きてくるわけです。 農業,農業ができなければ、島の存続に関わると切実に訴えられておりました。えーまあ、大臣は先ほどから強い沖縄経済を繰り返していますけれども、その柱の一つは、農林水産業です。そうであるならばです、ね、一括公金ソフトハードも含めてやっぱり えー、減らし続けるのではなくて、増額が必要だと思いますが、いかがですかはい大臣お答えいたします、お尋ねの南大東村においては、サトウキビ等の生産性の向上と安定的な生産を確保するため、ハード交付金を活用し、旧都第2地区等で貯水池の整備を行っているところであります。 旧都第2地区につきましては、現地の地盤が想定以上に悪かったというところがございまして、対策工、これは対策工とは地盤の置き換え工事を指しますが、対策工の検討、実施などにより、などにより令和7年度の貯水池の完成に向けて、事業の管理を行っていると伺ってございまして、引き続き進捗状況を内閣府としても注視してまいりたいと考えてございます。 なお、えー、加えてお尋ねのハード交付金でございますが、県や市町村が第6次沖縄振興計画の開始後にあたる昨年度および今年度と同水準の事業を引き続き実施できるようにする観点から、昨今の物価高等も勘案いたしまして、所要額を増,増額して要求しているところでございます。 またハード交付金につきましては、県や市町村の声もしっかりと踏まえまして、先般成立をいたしました令和5年度の補正予算において、令和4年度第2次補正予算よりも10億円の増となる39億円を計上しているところでございます。いずれにいたしましても、強い沖縄経済に向けて、しっかりと努力してまいりたいと思います。委員長はい 赤嶺さんあの最近の物価高にこうして増やすような要求してるだけじゃだめなんです、1000億円も減らし始めた、その出発点でいろんな制度設計が行われました、南大東の干ばつ対策事業だってそうです、遅れは地盤だと、地盤改良だと言っておりますが、そこに見合うような 農林、えー、沖縄の農林水産部の予算要求はあーハード鉱金の減額によって満たされておりません。えー、新しい沖縄振興計画の柱は、えー、農業です、えー。輸送のですね輸送費の補助でもあります。大体ですね、えー、飛行機便から船便に帰ろうということも要求しているようですが、えー、船便っていうのは 海が湿けたら定期便も行きません、東京の市場の要求に応えられない、そういう状態です、で一括公金の減額によって受けている影響は、この事例だけにとどまりませんが、ことほどさようにです、ね、今、政府が一括公金を減らし続けてきたこの政策がどんなに弱い沖縄経済に向かっているのか。 強い沖縄経済というのであれば、そういう一括供給を元に戻すべきだということを強く申し上げておきたいと思いますで。沖縄振興予算をめぐってですね、もう一点正しておかなければならない重大な問題があります。それは安保三文書に基づく公共インフラ整備、つまり軍事目的の 空港公安の整備をこともあろうに沖縄振興予算を使って進めようとしていることです。沖縄担当大臣に確認をしますが、政府は千九百七十二年の沖縄の本土復帰にあたって沖縄県民の多年にわたる忍耐と苦難に対する償いの心を強調しました。 この沖縄県民の忍耐と苦難はすべてが破壊し尽くされた地上戦と広大な米軍基地軍が構築された27年間の米軍占領支配によるものであります。これらによって社会インフラの立ち遅れや構造的な貧困問題など 戦後のの沖縄社会の歪みがもたたらされましたところが今政府は安保三文書に基づいて沖縄に再び戦果を呼び込む軍事要塞化を進めていますしかも沖縄振興予算まで動員して軍事量を拡大するための空港港湾の整備を 進めようとしていますこうした軍事要塞化は、沖縄侵攻の原点に真っ向から反するものだと思いますが、大臣、いかがですか。はい地味大臣 お答えいたします。総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備の具体的な内容や場所については、検討、調整を丁寧に進めていくこととしており、現時点で何ら決まっているものではございません。 でその上で一般論として申し上げれば、まあ、こうした公共インフラ整備の一環として整備をする空港公安等につきましては、民生利用を主とするものでありまして、現行法規にのっとり利用等が行われるものと承知してございます。 仮に沖縄におきまして、こうした公共インフラ整備を実施することとなった場合に、その経費を沖縄振興予算に計上することをもって、政府としてこれまで取り組んできた沖縄振興の趣旨に反することにはならないものと考えてございます。あのいずれにいたしましても、政府としては、公共インフラ整備の意義を民生の観点から丁寧に説明するように努めてまいりたいと考えてございます。はい岡さん、あのー 大臣よく考えてみてください、空港公安はあ民生利用のみを目的に、これまで沖縄振興で使ってきました、今度はそもそも最初からですね、軍事利用と、併用ということが求められているわけですよ、軍事利用すれば、これはあそのお予算もね、 え付きやすすいいですよとうこれが沖縄振興予算の原点に逆行するのは当然じゃないですか、あの戦場になった沖縄で、また軍事要塞化を進めるための公共インフラを進めるなんてとんでもないですよで、えー、外務大臣に伺いますがね、政府は公共インフラ整備について、えー、米軍の使用は、 念頭にに置いていないてなとこのように説明をしていますしかし、そもそも米軍は日米地位協定第5条によって日本の空港公安に自由に出入りする権利が保障されています。この点は整備後の空港公安も変わりないと思いますが、 いかかがですか委員長、はい、お指摘のとおり、日米地域協定第5条におきましては、合衆国及よぶ合衆国以外の国の船舶および航空機で、合衆国によって、合衆国のために、または合衆国の管理の下に、公の目的で運航されるものは、入国料または着陸料を重ねないで、 日本国の港、または飛行場に出入りすることができると規定されているところであります、このことにつきましては、新たに整備される空港及び港湾におきましても、同様であると認識しております委員長、はい赤嶺さん。そうするとですね、自衛隊の軍用機や艦船が使えるように、滑走路の延長や港湾の春節拡張などを行えば、当然、 米軍にとっても使用できる環境が整うことになります、そして、整備された空港港湾を日米地位協定5条を根拠に、米軍が使用することは、当然、想定されるのだと思いますが、外務大臣、いかがですか。はい、えー、上川さん あの日米地域協定第5条であります、この規定につきましては、この米軍の航空機及び船舶は、我が国の空港及び港湾に出入りすることが認められておりまして、また、米軍の航空機及び船舶が、我が国の民間航空及び空港及び港湾を使用する場合におきましても、は、道場に基づいて行われることになると考えられるところであります。たただしし実際の使用に当たりましては 米軍は民間機や民間船舶等による使用への影響が最小限にとどめられるよう、関係当局と所要の調整を行うことになっているということでございます委員長、はい、赤嶺さん米軍の運用を最大限に認めている、えー、日本の外交政策で、えー、米軍の運用は最小限にとどめるというのは、これは絵に描いた文字であります。えー、攻撃を 避けるための兵力の分散化が今の米軍の戦略です。すでに米軍は日米共同訓練で先島諸島の自衛隊基地に展開するようになっています。整備後の空港港湾を米軍の戦闘機や艦船が日米地位協定を盾に使用するようになる危険は重大であります。ここのようなことを 絶対に認めてはなりません沖縄振興は先ほども取り上げましたがただでさえ予算が削られてさまざまな事業に遅れや支障が出ているのが現状ですそのもとでこれまでになかった軍事目的の公共事業まで入り込んでいくることになれば 他の必要な事業に一層しわ寄せがいくことになることは明らかです、えー、地味大,大臣そのようなことはないと断言できますかはい地味大臣 答えいたします公共インフラ整備の具体的な内容や場所については、検討調整を丁寧に進めていくこととしており、現時点で何ら決まっているものではありません。その上ででありますけれども、一般論として申し上げれば、沖縄において民生利用に供される公共インフラ整備を実施することになった場合には、その経費については沖縄振興予算に計上することが想定されております。 沖縄振興予算については、総額ありきで各事業の額を決めているわけではなく、毎年度ごとに各事業の必要額を積み上げるものでありまして、他の事業にしわ寄せがいくとのご指摘は、必ずしも当たらないと考えてございます。いずれにいたしましても、沖縄振興予算につきましては、引き続き沖縄振興に必要な額の確保にしっかりと努めてまいりたいと思います。 委員長、はい、赤嶺さんあのもっとたくさん申し上げたいことがいっぱいあるんですが、えー、予算がです、ね、今でもです、ね、明確な根拠もなく、予算が削られています、その上に軍事利用目的の公共事業、これが優先されたらです、ね、沖縄振興策が今まで以上に削減されていく不安が広がるのは、 当然だと思います大臣の答弁は何の保証もないということを申し上げて、質問を終わります。